も早すぎやろ、やいだ。あ、でもな、そこまでの子じゃないか。宮徳女子、8割ラファエルと繋がってる。どうも、ドヤバです。はい、ということでですね、阪神の新応援歌2024がね、出たわけなんですけど、正直、早ない早ない早ないまあ、大倉さんと、小畠竜平。はい。まあ、それぞれね、2024年のブレイク筆頭の候補ではありますよ。もちろん。特に大倉選手なんかはね、本当にもう、去年も、打席こそはね、そんなに多くなかったですけど、打率3割ね、4分。3割4分でなり、はい、マークしたわけなんで。まあ、打席がね、100打席以下なんですけど、まあでも、2024年のブレイク候補では間違いなくあると。まあ、ノイジー森下もね、全然確約されてないんで、レギュラーは。全然、小野寺ダンがレギュラーを取る可能性はあると思うんですが、早いって阪神の応援歌ってね、そんな簡単にできないじゃないですか。ある程度ね、成績残さないと、今まで出なかったわけじゃないですか。だからなんかね、このタイミングで作っちゃっていいのかなって、正直なんか思いましたね、これは。だからまあ、なんか応援歌歌ってみた動画をね、上げる気にはなんかならなかったですね。うん。応援歌聞いたけど、なんか応援歌をなんかじゃあ、なんか、うん。大寺だわ、まあ、よかったっすけど、なんか、おばあさん出さない。おばあさんの応援歌めっちゃダサいんですよ。なんか、歌詞とかなんか、既視感しかないんですよ、これ。光る朝を今こそ見せろ。狙い定めておばた、フィールドをかけろ。なんかもっとあったやろ。なんか、阪神のいろんな応援歌詰め込んだみたいな。はい。狙い定めてとかなんかね、坂本選手みたいな。今こそ見せろってなんか ありましたよね。今こそ見せろって。鉄のサワンガーか。はい。ノーミ選手か。ノーベアツシ。なんか、小畠選手、もう小畠は早いわ、ちょっと。うん。まあ、大寺ダンも早いけどな。なんかちょっと阪神応援団どうしたっていう。はい。なんか軸ぶれてないっていうね。はい。ここをちょっとね、動画にせざるを得なかったですね。他の球団あったら結構ね、そんなにこう活躍してなくても応援歌作ったりとかはしてると思うんですけど、阪神って結構そこがね、魅力というか、なんかそここだわってやったんじゃないかな。そここだわってたんじゃないのっていう。はい。なんか違うんかなみたいな。なんか、ちょっと納得いかなかったですね。今回の応援歌発表は。正直今年は中にないと思ってたんで、新しい応援歌は。それに該当する選手があっていないから。うん。まあ、こういうことを言うとなんかね、島田海里、応援歌あるや、みたいな、なんか、コメント来そうなんですけど。島田選手は、2021年、結構活躍しましたよ。はい。で、シーズン途中にできたわけじゃないですか。森下選手もね、同じくそうで。まあ、なんか、数字だけ見たら森下選手も確かに、そこまでじゃないかもしれないですけど、その印象あるホームランとか、結構価値あるホームランが多かったわけで。まあ、そういうのも相まって、こう、応援歌できたと思うんですけど、そのね、勝負強さというか、今回はちょっと違うなっていう。なんか、そう思ってる阪神ファンいるでしょ、絶対。できんのみたいな。あんま納得しない阪神ファン絶対いると思うんですよ。もちろん、その、小畠選手のファンとか、小野寺選手のファンは、嬉しいと思いますよ。まあ、ただ、ちょっとね、まあ、時期尚早じゃないっていう。そこが正直なところですね。もちろん、ネクストブレイク選手であるんで、全然2024年ね、活躍する可能性、もう一気にブレイクする可能性っていうのはあります、正直。うん。ただ、早い早いよっていう。はい。今までもしてシーズン途中でね、作ってきたんで、まあ、それで良くねっていう。はい。活躍できたら、作ればいいわけで。ネクストブレイクの選手の応援歌ってね、あんまり阪神やってこなかったんで、ちょっとびっくりしました。ほんで、あと作るならなんか、もうちょっとしっかりしてほしいですけどね。なんかやっぱね、中日の応援歌とかかっこいいじゃないですか。新しくできた。なんか阪神もちょっとね、なんか独特な感じというか、なんか、阪神の応援歌らしくないな、みたいな。いい意味で。なんかそういう応援歌どんどん作ってほしいですけどね、応援団の。人たち。ヤクルトも今回ね、丸山選手応援歌とか、結構あれヤクルトっぽくないじゃないですか。ヤクルトの応援歌ってそんなにね、12球団の中でも人気な方ではないと思うんですけど、でもあの応援歌は結構いいなと思ったりとか、なんかそういう新しい試みをね、チャレンジしてほしいですね。その、早く作るっていうじゃなくて、新しい試みを、はい、そういうことじゃなくて、なんかその応援歌のなんかテイストをちょっとなんか変えてほしいですよね。なんかやっぱ似たような応援歌が多いというか、うん、これだとやっぱね、なんか、阪神ファンは覚えられるかもしれないけど、他球団のファンが、やっぱ覚えようとはならないんじゃないかなと。阪神の応援歌って意外とね、そんな人気多分ないっす。はい、本当に。本当になんか、侍ジャパン出てる選手とか、あとはまあ、チャンデとかはね、人気だと思うんですけど、なんか各応援歌、その選手の応援歌で、これはめっちゃ神曲みたいな。そういう応援歌って阪神ね、その過去を遡ればあるけど、今の、現在の阪神の選手だったらあんまないんじゃないかなっていうね。まあその、もちろんその、なんて言うんだろうな、選手がすごくて応援歌がめっちゃ評価されてるみたいなパターンはあります。はい、正直。その選手の影響でね、選手がすごいから、
応援歌もなんかすごくなってる。そういうのはあるんですけどね。なんかその、なんていうんですかね。応援歌がもっと評価される球団になってほしいですよね。やっぱ。僕応援歌好きやんでね。うん。だからこそ、こだわってほしかったですね、そこは。そこが唯一の阪神のなんか、ポリシーというか、阪神の応援歌はそう簡単にはできないよっていう。はい。そこ結構ね、あったんじゃないですか、こだわり。なかったんですかっていう。ちょっとなんかがっかりしましたね。ということで、まあ、あと巨人のね、あの応援歌がなんか今日出たらしいですね。巨人の応援歌結構かっこよかったですね。まあ、浅野選手の応援歌とかね、よかったですね。この獅子奮陣、浅野この熱き舞台で。で、あと前奏に熱く強くっていうね、はい、松田選手の応援歌が入ってるっていう。まあ、これもいいですよね。うん。しっかり前奏に入れてるってあたりが、なんか分かってるなって感じですね。あと、秋広選手のなんか専用コールみたいな、いいなーって思いましたね。あれ、亀井選手のなんか専用コールみたいな。まあ、ちょっと、違いますけど、なんか思い出しましたね。亀井のあのコールを。おー、亀井義行っていうね。はい。だから、コールもね、なんか阪神もやってほしいですよね。なんか専用コールじゃないけど、なんか、新しい試みをやっぱね、入れていかないと、ダメっすよ。うん。だから、阪神で言ったら、まあ、佐藤輝明とか大山雄介、うん、この、まあ、近本とか、このあたりでなんか専用コール作っても面白いですよ。なんかやっぱね、なんか初心者に忖度しすぎてるというか、阪神は。はい。なんか初心者が覚えやすい応援歌、子供が覚えやすい応援歌、小学生が覚えやすい応援歌。なんかそこをなんかテーマにやってるのかな、みたいな。まあ、それはそれでいいんすけど、なんか、それだけじゃダメじゃないっていう。それだけだとやっぱね、小学生はね、まあ、その覚えやすいかもしれないんですけど、やっぱりね、高校生ぐらいになってくるとね、なんかひねりが足りないというか、なんか物足りなくなってきますよ。うん。で、あと別になんか、応援歌が良ければ、そんな難しい言葉を使いすぎなければ、そのオリックスの応援歌みたいに。はい。そうしなければ、そんな難しい言葉を使わなければ、全然小学生でも覚えますよ。はい。だからなんかね、そこをなんか、もうちょいね、変えてもいいんじゃないかなと。そんなに簡単にしすぎなくていいんじゃないっていう。なんかそう、オリックスみたいになんか難しいさ、なんか混沌とか、棋戦を制するとか、はい。なんかそういうね、言葉は別に入れなくていいんで、はい。もうちょっとなんかバリエーション豊かにね、応援歌作ってほしいですね。っていう感じでね、今回の動画はね、終わりだと思います。まあ、応援歌できたからにはね、しっかり覚えますけど。では、ありがとうございました。気合と土俵を努力の証、情熱を燃やして夢を勝ち取る、おのでらだん、おのでらだん、気合と土俵を努力の証、情熱を燃やして夢を勝ち取る、おのでらだん、おのでらだん、光る技を今こそ見せろ、狙い定めてオーバーターをフィールドかける、カットして終わった、光る技を今こそ見せろ、狙い定めてオーバーターをフィールドかける、カットして終わった。